こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、ヤマダ電機46店を閉鎖。ね。やっぱり、単なる家電の小売り、無理がありますね。ビジネスモデル的に。経済の縮小していく国で、どこでも買える家電を、中途半端な安さで売ると。で、買いに行けば、知識のない店員が、あまり愉快でない接客をしてくれると。店舗として成り立てるのが不思議な気はするんですけど、別にね、ヤマダ電機に恨みがあるわけじゃないですけど、ヤマダ電機は大嫌いみたいなね、自分で話してて、話になってるなと思いますけど、率直に言ってそういうことだと思います。ヤマダ電機は好きでも嫌いでもないですけど、ビジネスモデルとして、中途半端な安売りで、ただ売るというのは無理があると。で、それは、今回の動画の主眼ではなくてですね、もっとシンプルに単純な話です。店舗を閉鎖される主な閉鎖店舗が、発表されてます。近くの方は覗いてみるといいです。さすがにね、閉店するのに荷物をね、近場のどっかに移すのは、移すったって似たような商品があるところに似たような商品を移してもしょうがないんでですね。極力その店舗にあるものはその店舗で売り切っちゃおうとするはずです。そうすると多分ワゴンセールとかタイムセールでですね、結構安い商品が買えると思います。家電は転売に全くお勧めしてないんですけど、ただそれはね、普通の3割4割引きで買っても合わないだけで、ワゴンセールでね、8割引きとか、ちょっと傷んでる商品9割引きとかね、そういうのよくありますんで、そこまで安い商品だったら、全然 OK です。で、おそらく、閉店する店舗はね、閉店直前になれば、あるいは閉店前に、そういうセールをするはずです。でね、チラシを作って閉店セールって言ってね、客をガンガン呼び込んでもしょうがないんで、おそらく、ひっそりと、ね、いつの間にかワゴンがガンガンできてて売ってるっていう状態になるはずですから、近くにヤマダ電機あってですね、この閉店の店舗に入っている場合は、覗いてみることをお勧めします。これはね、主な店舗が載ってますけど、これ以外にも46店舗なんで、閉鎖になる店舗はあります。家電量販店の仕入れの基本はワゴンセールなんで、閉店セールというのはね、ワゴンセールの可能性が非常に高い。あるいはワゴンセールに輪をかけて安い商品が出ますんで、覗いてみることをお勧めします。ね、いついつ閉店セールやりますと、ね、発表あったんですけど、仕入れに自信ありませんという方は、あらかじめ、アポイントを取って、仕入れセールのね、商品のアドバイスをすることも可能ですんで、ぜひそれも合わせてお使いください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。